どうも、ドズルです。さあ、いよいよ最終決戦かもしれないパートに突入していきたいと思います。じゃあちょっとね、バトルからやっていきましょうドズル様、大変です。すべてを悟った竜王の大軍勢が、このラダトームに押し寄せてくるそうです。ドズル様、私はあれから深く考え、あなたのお仲間にもお話を伺いました。やはり私は竜王を倒し、世界を救うのはドズル様以外にいないと思うのです。ドズル様、どうか押し寄せる魔物を撃退し、竜王を倒してください。よし、姫様がそう言うなら。ドズルよ、それはいけません。なんで？あなたには何度も話したはずです。あなたは勇者ではない。あなたは竜王を倒す、べき存在ではないのです。それにです。もしあなたがその体で竜王に戦いを挑めば、せっかくわずかに残された命の力は失われるでしょう。そうなれば、もし仮に竜王を倒すとしても、あなたの肉体は滅びてしまいます。なんとそういう悲しい話が。ドズル、無謀なことはおやめなさい。あなたは精霊の導きに従っていればよいのです。精霊の言葉とは思えないですね。精霊の導きに従っていればよいのです。おう、どうされたのです、ドズル様。魔物が迫っています。ドズル様、これは本来あなたの責務ではないのかもしれませんが、ああ、どうかお願いします。あなたのお力で竜王を倒し、どうかこの世界をお救いください。はい。愚かな。あなたはその選択が何を意味するのか分かっているのですか？てんてんてん。いいでしょう。仕方ありません。私が課したあなたの役割はすでに終わっています。あなたがどうしようと私にはもう関わりのないこと。あとはあなたが好きなようにするとよいでしょう。なんか、めんどくさい女みたいになってるよ、ルビス。すべてあなた自身の選択のままに。さあ行くぜ。うわ、このそうそうたるメンバーで戦っていきます。こっちから来るかな。死神の、お、来た。ここね、かなり強靭にしてますからね。ああ、最強装備にしたら全然、あ、いた。全然食らわないって言おうとしたら結構食らったっていうね。敵もやっぱ硬いな、ある程度。よしよし。おお、すげえ、めっちゃ炎の中に飛び込んでくるけど、よし、正直楽勝ですねよし、 OK、 フェーズ2、何が来るだろう。来た、また同じやつか。みんなが攻撃して私のところに押し寄せることでダメージが。 OK、 あ、やばい、火を吹く像が攻撃されている。よしよし。ああ、やばい、これはやばい、壊される。やめて、マジで。村を壊される系、危ね、あ、いて、食らったし。村を壊されるのは結構嫌なんですよね、私、せっかく作ったもの。大砲使うかも。大砲使った方が早いかな。あー、やば、マジかよ。うわー、最悪だ。また立て直さないと。うわー、この巨大系嫌だな。強くないのに。よし、 OK。 うわー、ここら辺ボロボロにされてしまった。よし、バトルコンプリートかな。うわ、マジか、ここ一気にえぐられたな。バトル続きますね。バトル、ここに竜王来るのかな。どうなんでしょう。わざわざ虹の雫作らなくてもよかったけまさか虹の雫作らなくても竜王来ちゃう系ですかね。どうなんでしょう。とりあえずこんな感じで簡単に直しておきます。うわー、ここ上までかっこよかったのにな。ここ壊されちゃいましたね、この上の門みたいなやつ。マジか、残念。まあいいや、ちょっと敷き詰めときます。
これ結構やっぱ効果ありますね。あのちっちゃいキャラクターにはこれで結構ガンガン攻撃してくれるんで。よし、次行きましょう。そのまま。あ、ご飯は大丈夫かな。ご飯ね、確かないわ。拠点内でお腹減らないんですけどね。多分大砲とか激突マシーン使えばもっと簡単に倒せるはずだけど、まあ、最後のバトルだったな。ドズル様、魔物たちを追い払ってくれたんですね。しかし、さらなる竜王軍がこのラタトームに迫ってきているようです。竜王を倒し、世界を救うためにもここは。いかがされました、ドズル様。随分お疲れのようですが。おう、強力な魔物との戦いで体力を奪われたのですね。それも無理からぬこと。焦ることはありません。着実に魔物たちを倒してまいりましょう。いかがでしょう、ドズル様。戦いの準備はよろしいですか。はい。ありがとうございます、ドズル様。おう、どうか。ご無理だけはなさらないでくださいね。まあ、これ主人公、デッドエンドかな。死んじゃうのかな、ドズル。さあ、行くぜ。さあ、次、6体か。あ、また同じやつですね。もう、さすがに飽きたな。これ、だってメルキドから出てきてますもんね、このタイプの敵。さらに1回来た。OK、 大魔導軍団、これムーンウォークなの。あちあち。 OK、 ムーンウォークをみんなで追っている図になってる。 OK、 これも楽勝ですね。あー、もう逃げる逃げるな、こいつ。ほんとこんなとこまで逃げてくる敵初めて見たわ。え、なんか入ってった。マジか、やばい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 。あいつに城の中を壊される。あ、こいつ中入れるんだ。焦った。でもめっちゃ弱い。こう固めておきましょう。あ、分かった。ここが壊れてたからか。よし。おお、何これ、びっくりした。ドラゴンいる。ドラゴンさんいるじゃないですか。ブレスしてる。おお、結構強いこれ。ブレス、ブレス迫力あるな。レッドドラゴンかな、名前わかんない。あ、みんな味方みんなやられてる。ブレスアクションで何かわかりますね。おっとね、何かわかりますねって言った瞬間ここでブレスでしょ。この後多分ぐるぐるブレス。おったね。あ、ブレス来る。危ない。やっぱドラゴンかっこいいな。回転切りなら俺もできる。よし、倒した。オッケー。あれ、終わりじゃないの。あ、びっくりした。バトルコンプリート。結構最後のドラゴンは強かったですね。命の剣ゲット。さあさあ、あと2、3回続くのかな。ドラゴンが出てきたってことは次、おいつもの展開じゃない。おう、ドズル様、魔物たちを倒していただきありがとうございます。魔物の攻撃も収まり、あ、収まったんだ。ドズル様の手で、竜王に戦いを挑む準備も整っています。あ、じゃあやっぱ竜王は赴くのね、こちらから。ドズル様、ついにこの時が来ました。竜王の住む、魔の島へは虹の雫を使えば行くことができます。竜王に攻撃するために王者の剣を、竜王の魔法を防ぐために光の鎧と勇者の盾を必ず装備して戦いに挑んでくださいね。ドズル様、戦うことも物を作ることも全てお任せしてきた私が、
今更ドズル様におかけする言葉などありません。応援してよ。ただドズル様、必ず生きて帰ってきてくださいね。うわ、なんか意味深だなこれ。とりあえず寝よ。王女の部屋で寝よ。いやー、ちょっと怖いなこれ。デッドエンドだったら嫌だな。ドラクエでデッドエンドってあんまないですよね。多分最後はめでたしで終わってくれるはず。じゃあ 虹の雫使っていきますか。これ勝手に一人で行くパターン。みんな三賢者来てくれないのかな。賢者たち来てくれないのかな。賢者たち来てほしいんだけど。私全然一人で戦いに行くパターンですかね。人知れず誰も応援されることなく、ああ全然来てくれないですね。全く来てくれる気配がない。じゃあ使いますよ。竜王の島へと旅立ちます。はい。もうみんな見向きもしない、みんな見向きもしないよ。竜王のとこ行くっていうのみんな普段通りの生活してましたね。お、来た。何ここ。クッ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 ク、よくぞ来たドズル。物を作る力を持つ者よ。我が城でそなたを待っておるぞ。わははははわははは、竜王来たぞ。なあ、竜王のとこにたどり着くまですごい強い敵とか出てくるのかな。何ここ、どんな感じになってるんだろう。わあ、普通にドラゴンいるし。そうでしょ、あれ倒さなくていいよね、さすがに。あー、てか食べ物持ってくるの忘れた。え、これどうやって行くの。結構遠い、もしかして。うわー、やば。ちょっと車で行こう。ぐんぐん行こう。まあ、てか普通に雑魚キャラでドラゴンいるって結構焦るんだけど。あれ、こっちじゃないか、こっちか。あ、ここだな多分。あれ、ここだよね。あ、ここ倒していく感じですね。関所みたいな。倒さなくてもいいのかな。なんか倒さなくてもいけるっぽい。行こうも。なんか手に入れれるってわけじゃないよね。なんか宝箱があるってわけでも。あ、あった。あ、命の剣。あ、今気づいてよかった。まあでも別にこいつらを倒さなくてよさそう。さらにこっちか。あ、あったあった、城。これですね。うわー、え、ちょっと待って、なんかすごい、なんか昔のドラクエって感じがするね。ドットのドラクエの城って感じがする。すげえな、ここ。この素材も、あ、すげえ家庭。この素材見たことないなと思ったら、ちょっと待ってよ。橋を、危ない。さあ、竜王の前に現れるのは何だろう。あ、また悪魔の騎士かな。悪魔の騎士っていうか、あ、たた、どういうことだろう。大砲かな。あ、大砲でもいけない。違うルートか。当たらない、お互い当たらない。あ、寝ちゃう。あ、寝てしまった。これはピンチ。迫り来るムーンウォーク。やばい、本当にやばい。あー、食らう。あー、食らった。全然食らわねえ。敵じゃないな、ぶっちゃけ。この装備の前には本当に敵じゃなくなるな。気を急ぎましょうかね。こいつら倒していった方がいいのかな。どうなんだろう。とりあえず倒しておきますか。
いよいよ竜王頑張ってる、竜王頑張ってる。あ、ドラゴンがいる。こいつ倒さないといけないやつかな。さっき結構みんなで倒しても結構強かったですからね、ドラゴンは。さすがに薬草だ。優しいね竜王、ちゃんと薬草を用意してくれてるあたり。よし、進みましょう。あのドラゴンやっつけないといけないのかな。扉、ドラゴン、あ、ドラゴンやっつけないといけないっぽいな。てか特段にでかい気がするこいつ。突撃マシン使ってみよう。あ、普通に使えるんだ。普通に使えるんですね。出た。これ使ったらもう最強ですもんね、正直。これ無敵になりますもんね、本当に。さあ、とりあえずドラゴンやっつけたけど、あれ、ここじゃないんだ。目的地まださ、あ、まだ先がある、すごい。今のドラゴン全然全く関係なかった。ちょっと待ってよ。作るもの、あの台座持ってくればよかったな。え、ってかここから行けなかったらどうやって行くんでしょう。この先になってるけどね。ここに隠し通路でもあるのかな。あ、行けるわ。調べる。後ろから風の気配を感じる。ここから行けるんですね。なるほど。なんと階段を見つけた。なんと階段を見つけた。さあ行きましょう。おお、何ここ何ここ。なんかちょっと平和なんだけど。あ、なんかマグマらしい。おお、出た、竜王だこれ。来ましたね。うわ、この音楽。後ろの壁紙を、壁飾りもすごい。よくぞ来たドズリオ。わしが王の中の王、竜王である。わしは思わなかったぞ、そなたのような若者が現れるとは。選ばれし勇者ではなく、今やルビスの加護すらない不完全な存在か。しかしそなたのその顔、なんとも恐ろしい顔だ。そなたこそ人間の物を作る力の恐ろしさを表しておる。そなたは見てきたであろう、メルキド、リムルダール、マイラとガライア、それらの地で起こったおぞましい出来事は、すべて人間が自らの力で起こしたことだ。やはりそのような力、この世界から消してしまわねばならぬ。そうでなければこの世界は再び調和を失い滅びてしまうであろう。さあ来るがよいブリダーよ、わしが直々にそなたを消してやる。来た、闇を滑る誠の竜王。やべ、強いのかな。これ使ってみていい？うわ、すげえ、守りの壁に包まれた。あ、普通に効く。あ、危ねえ。魔法トーンってなんだっけ、何の呪文だっけ魔法トーンって。石化？え、てかあいつずるくね。あ、いって、で、永遠に、あ、しもべを倒せ10体になってる。あ、びっくりした、永遠にこれ生産してくれるのか。お、でけえ、なんかびっくりした、でかくね。いった、結構いって、あれ、あれ、あれ、強い、結構よし、 OK、竜王攻撃せよ。効いてない感じするけど、ちゃんと HP は減ってる。これの繰り返しか。竜王自分で戦わないんだ。全く種目使ってくるんだ。
この回転切りマジで強い。ああ痛い。何これ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 、あ、びっくりしたびっくりした、何これ何これ、ちょっと待って、見えない見えない、何これ何これ何これ、あっつ、よし来い、 OK、攻撃せよ、あと2回ぐらいかな。やべえ、だんだんあいつの攻撃が強くなってきている。あ、次12体になった。何これ何これ何これ、魔法トーン、魔法トーンってなんだろう、石化の呪文、あ、いきなりでかいやつだ、ハマってるハマってる、見た目めっちゃやばいけど全然効かないっていうね、見た目めちゃくちゃやばいでしょ、全然効いてないです、正直全然効いてないです。めっちゃ強そうだけど、竜を見かけ倒しな、ほんと。オッケー、ゴーレムの方がよっぽど強かったわ。あと1体、こいつもずっとここにはまってるしね、よし、あと1回でいけそうだな、よし、ラスト、あと同じパターンかな、いい加減開きましたね、うわ、ね、倒した、お、クククやるではないか、どうやらそなたの強さはそなただけの強さではないようだな。ありきたりなセリフ吐くな、竜王、そうか、自らが作り出したものの強さということか、てん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 、惜しいな、その力、そのような力にはわしも本来の力を解き放って解き放たねばなるまい、来た真の姿、ぬーん。来たー、竜王真の姿来ますよ、あれ変わってない、そうだドズリオ、本来の力を見せる前にそなたにもあやつと同じ問いかけをしようではないか、ドズリオ、世界の半分と引き換えにわしの味方にならんか、迷うことはありまい、ソナタは世界を救うべき勇者ではないのだ、リュウスの課した責務とやらももはや関係ないはず、心配するな、ソナタには闇の世界を与えるようなことはせぬ、そうだな、ソナタが自由に物を作れるビルダーとしての新しい世界を与えてやろう、よいかドズル、改めてソナタに問う、もしわしの味方になれば世界の半分をドズルにやろう、
どうじゃ、わしの味方になるか。お、これ牌が上なんだ、怖っ。これいいえですよ、いいえ。わしの味方になるか、いいえ。ほう、では良いのだな。もしそなたがわしに負ければ、そなたが築き上げた町も、復興した村も、助けた人々も、出会った仲間も、何もかも全てを滅びることになるのだぞ。本当にそれでも良いのだな。後悔はすんのだな。そうか、愚かなやつめ。ではどうする、地獄で後悔するがよい。よっしゃ、返り討ちにしてやるよ。どうするよ、聞こえますか。何、その声はルビス。貴様、今更どうして。ドズル、勇者ではない。あなたの力だけではやはり竜王に勝つことはできないでしょう。本当かよ。しかし今まであなたが作り上げてきた力ならあなたを助け導いてくれるかもしれません。さあ、皆で力を合わせて竜王に挑む。お、みんなで。ふふふ、小賢しい。行くぞドズル、我が真の姿を見せてやる。どういうことだろう、みんなでどういうことだろう。アメルドが来るのか。はい、ということでね、真の竜王戦なんですが、一気にね、一緒に撮ったんですが、ちょっと動画が長くなりすぎてしまったので、二つに分けさせていただきました。この後、てかもう動画自体は上がっているので、このまますぐ見てもいいですし、またお時間ある時にね、最終回見ていただければ幸いです。ということで今日はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。